はい、UCO の山口です。石田です。これまで一月余りですね、いろんな方6人のパーソナリティの方にいろいろお話を伺ってきたんですけれども、一旦読み解きをするというか俯瞰するというか、を今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。一つ目が里山太郎さんの里山から自治を考えるっていう、まあ、方向で、二つ目が、山田明さんの大阪市をウォッチしようという、まあ、これはどちらかというと、政令都市大阪市の行財政を、市民の目からチェックしようというところにありました、はい、で3つ目が、矢野博さんの平和と人権っていう少しちょっと毛色の変わったお話をしていただきます。4つ目に、堀内孝雄さんが府議会チェックをするという視点で、府議会の在り方であったりとか府の行政の在り方っていうふうなことを、見ていこうという、まあそれの、序章ですけれども、序章も大序章でしたけどねまあ堀内さんが府議会議員に立候補するというそのところからの、掘り起こしで、まだ府議会のウォッチするところまでは言ってませんけれども、まあ、そういう話。堀内さんはおそらく次のクールでは、まあ、どういうふうに選挙戦を戦ったんだという話でそこですか、はい、になるとは思います、はい。で、常に、番利明さんのオラ革命と、自分道の広げ方ということで、番さんの作った造語が次々と出てくるので、何のことやねんっていうのが非常にこう面白い話含めて出てきました。まあ、分からない人はぜひオラ革命をご購入くださいというような内容かもしれません、はい。最後は竹村画廊さんの、ミニコミ史を語る形で、上町っていう地域のミニコミ紙を発行されてるっていう視点から地域っていう風なものをどう見ていくかっていうところだったのですけれども、どういったところが面白かったでしょうか。僕自身はですね、まあ、建築やってるもんですから、まあ、単位がすごく気になってて、行政の最適化が規模論ではなくって、結局お金だけだったじゃないですか。でしかもそのお金が全部大阪府に収奪されるような内容だったので、まあ、思いっきり反対もあったんですけれども、やっぱりその進化する自治ということを含め、どういう規模でこう次の自治を考えていくのかっていうところがすごく興味があって、まあ、いろんな尺度があるんですけれども、まあ、大きくなればなるほどある意味薄まっていくし、でも大きなことができるし、で小さい単位だと、身近になるしなんだけれども、まあ、大きくは変えられないしっていうところで、その、まあ、規模とターゲットってやっぱりすごく大きなテーマだなというふうにはざっくばらんですけど感じました、まあ、里山で考えると非常に自給自足であり、エネルギーも自給自足 自産自消というあり方で、非常に地域循環含め、環境と一体化した暮らしであったりとか、その環境をいかに持続的な環境として持ち続けるかっていうふうな視点がある一方で、やはりその都市行政の大阪市であったりとか、まあ、大阪府であったりとか、あるいは大阪市の中の区とかっていうところにおいては、やはり都市計画であったりとかっていう部分で、なかなかそこの今 SDGs は叫ばれてはいているものの、そういうところでの持続可能性っていうところの視点が非常に欠落したような、都市計画が未だに行われてるっていう部分があるじゃないですか、はい。そういったところで、例えば、里山太郎さんの里山のところであったりとか、バンさんのそのコーポラティブハウスっていうのは、
最近であればその太陽光エネルギー含め、いかに持続性を保ちながら暮らしの自由度も広げていけるかっていうふうな視点で、そのある意味、少しコンパクトな自治っていうところで、まあ、お話が今後も進んでいくと思うんですけれども、はい、そうですね。でなかなかね、その環境って言った時に、単位が小さすぎるとなかなかできないこともある。例えばリサイクルっていうのは、単位が小さくなればなるほどコストであったりとか労力が非常に大きくのしかかる。以前その、環境関係の、視察をしてた時にリサイクルをものすごく細かい単位で、20分類とか30分類をして、やっているところがある、三重県のある町であったんですけど、そこの単位が2万から3万の人口だと。それは顔の見える範囲なんだと。それはどこどこさんっていうので、だいたいそれぞれその町役場の人が、顔が思い浮かんで、すぐ話のできる、そういうふうな単位でが一番効率もよく、でそのリサイクルの精神も浸透するということで、非常にそのあたりの単位のことは、お話しされてたのが印象的に残ってます。石田さんもマーケティングの仕事とかやってたら、いかに買ってもらうかっていうのは、いかに個別化して一家に一台のものを一人一台にしたら売れますからね、ものがね。それからケースごとに、遠足用と、長期旅行用とって、もう用途別に持たせるとまたものが増えますしね。そういうふうなことを、まあ、逆にやってきたんですけれども、でもその中でやっぱり結局ものはいっぱい増えたけれども、人間関係やその他やっぱりどん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 希薄になる方向になってきて、でそれがまたもう常態化してしまってるから、そうですね、ある意味その自分たちの周りに物は増えるんだけれども、それによってより暮らしが豊かになっていったかっていうと、実はあまりその自分自身で豊かさを感じられないっていうのは、おそらく家単位とか個人単位でのものを増やしても、きっと周りの環境そのもの、社会環境がそことうまく合致していないので、あまり豊かに感じれない。例えば町の中の公園であったりとかっていうのが、どのぐらいの単位で公園があるかとか、そういうふうなこの歩いて行ける距離の範囲の中に自分たちの暮らしを豊かにする環境がどれほどあるのかっていうことと非常に密接に関係しているようなものですよね。そういう意味で来週からですね、また進化する自治というテーマで次のクールに入るわけなんですけれども、どこら辺が次の聞きどころになるんでしょうね。やっぱりそのあたりスケール感だとか自分のフックされるところを、やはりそれぞれ の、 その、どういう環境を作っていくんだっていうところに、視点を置いて見ていくっていうのが、ある種その今後 の、 その進化する自治っていうのの、ある意味そのバンさんの言う自分度の広げ方であったりとか深め方と非常に関連してくるので、そういったその環境、社会環境であったりとか地域環境っていうところの、どのようにすれば豊かになるのか、あるいはどのようにすると個人個人が満足できるような、環境が作れるのかっていうところを考えながら、それぞれの里山での在り方であったりとか、あるいはその空であったりとか大都市部で、どういうふうに考えていくことができるのかっていうふうなところに、そういう、こう
自治 の, この新しい自治の在り方っていうことの効果があるように思います、はい、ということで来週以降も楽しみにしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。